李上勤は、当の高宗の三男である。母親は、陽子。中宗と英宗のイボ兄にあたる。高宗が即位すると、上勤は、高王に封ぜられた。652年、益州大都督を、るか領した。666年、ことぶき州市,市に任ぜられ、また、合州市士を務めた。しかし、武功に憎まれて、神と富豪を奪われ、州に流された。 681年、武功は、上勤と病理利祖節を調整に参加させるように上、表した。しかし後に、上勤を終始士に、利祖節を竹修士士として、彼らの調整への関与を再び妨げた。684年、構想が亡くなるともに服した。同年に、上勤は、室王に封ぜられ、さらに、沢王に改め封され、祖宗士士に任ぜられた。 685年、陳州志士に転じた。689年、大使左英律に任せられ、随州志士となった。690年、武将氏が常勤と李祖説に、無本の企みありと布告し、二人を楽ように召喚して、吉台に送った。李祖説が、南流門駅で殺害されると、常勤は、恐れて自殺した。上金の死後に、七人の子は、 研修に流され、そのうち李ヨシチン、リヨ明、リヨシアキラ、李ヨカン、キン、は、現地で死に、ただ李ヨのみが生き残った。中層が福井した後、上金の感触は服され、李ヨは、沢王の位を継いだ。ありがとうございます。